小沢市は創業1653年、今から365年前に、今これ建ってますビルの一角、6坪から、1階の場所を移らずに、ずっとここで紙問屋をやってます。江戸の小津屋に行けば求めたい紙があるぞという、要するにいろんなバラエティー飛んでる。今現在もすごい数が置いてありますけど、昔も結構な数を在庫を抱え、そして皆さんの気に入った紙を持っていただくということをやっております。手付け合わせの場合はやっぱりハンドメイドです。なので紙の厚みが微妙に違う場合があるんです。弊社の紙の原紙、たくさん裸で置いてありましたよね。あれは一枚一枚お客様が触ってもいいぞ、触って厚みを確認して、その中から自分で切った紙を引っこ抜いてレジに持ってきて買ってくださいというシステムを取ってます。